このフィールドっていうのはロボット技術を使ってそれで超スマート社会を実現していこうとそういうフィールドなんですけれども、我々そのロボットっていうものをいわゆる情報とか通信っていうサイバーの世界とそれから我々が実際に生きているのは物理的なフィジカルの世界ですね、それを結びつけるそのインターフェースとしてロボットとこのフィールドでは捉えていて、それで教育研究を進めています。このフィールドの中だけでも実は4つフィールドがありまして、具体的に言うとスカイ、実際にはドローンなんですけれども空中で活躍するロボット、それからアクア、これは水の上ですね、主に水の上で活躍するようなロボット、それから、ランドと呼んでますけれども、いわゆる地上あるいは机に据え付けたそういうところで活躍するロボット、もう一つはそのマニファクチャリングですね、製造技術ですけれども、そういう最新鋭のいろいろなロボットのプラットフォームですね、それを使った研究が自由にできるという非常に恵まれた環境ですね。でロボットだけじゃなくてその研究を進めるための解析装置あるいは制御装置、例えば最新のモーションキャプチャーですとかそういった設備が整っていて、非常に研究あるいは勉強といいますかね、それがしやすい環境ができています。社会課題というのは今いろんなものがありますよね。でこのフィールドで狙っている一つは遠隔操作、例えば災害地のですね、人間はなかなか危なくていけないんですけども、そういうとこですとか、あるいは有害な物質とかとても人間にとっては危険な環境の中に人間の代わりにロボットあるいはドローンを送り込んで、あたかもそこで作業しているようなそういうところをやりたいというのが一つですよね。それからもう一つはやっぱり高齢者問題ですよね。体がやっぱり動きが不自由になってきて、そういう方の動きをサポートしたり、あるいはその人たちの生活を支える、そういったようなロボットっていうのをこの今の情報通信技術をロボティクスに適用することによって超スマート社会の実現につなげていきたいと。